特定メディア,ア CLP に対しての抗議文を公開した抗議文によると CLP は立憲民主党から資金提供を受けていたという抗議文でこのたび私たちの調査により2020年春から約半年間にわたり大手広告会社や制作会社を挟む形で CLP に立憲民主党から番組制作費として1000万円以上の資金提供があったことが確認されました。報道機関でありながら特定政党から資金提供を受けていた元 TBS 系社員などが2016年に立ち上げた動画メディアチューズライフプロジェクト CLP は公共のメディア応対、検察庁法改正案やコロナ禍、東京五輪などに関して 指揮者らが解説する動画などを無料配信してきた。広告に頼らずネットで資金を募る市民スポンサーの仕組みをとっている、としている。CLP は20年春から半年間、同等から広告会社などを介して番組制作費1000万円以上を提供されながら、出演者や支援者らに知らせなかったと出演者たちから抗議を起こされた。 抗議文は特定政党から番組制作に関する資金提供を受けていたことは報道倫理に反する。公正な報道の根幹を揺るがす行為だなどと指摘している。抗議文を出したのはジャーナリスト津田大輔氏、エッセイスト小島恵子氏、東京新聞望月磯子記者、フォトジャーナリスト安田夏樹氏、朝日新聞の南明記者だと。 朝日新聞はじめ主要マスコミが一斉に報道した。c 東が巨額の資金提供を行い、出演者や視聴者に公共メディアとおそぶいてよ論誘導を仕掛けたと見られてもやむを得ない。6日午前、CLP は敬意を伝える Twitter を発している。出演した面々は普段の言論活動が報道倫理に反すると疑われることにプライドが許すまい。 この件について、同党の泉代表、大阪代表代行は相次いで、合流前の旧立憲民主党でのことか、合流後の新党でのことかも含め、現在、調査をしているとツイートした。産経新聞、ビル類記者は呆れたように、合流前でも後でも、立憲民主党なのは同じだろうに不思議な逃げの落ち方だなとツイッターした。またか 民主党・野党時代の発言ですから、民進党・民主党政権下のことですから、立憲・民進党時代のことですから、今回は旧立憲の時のことですから、政党ロンダリングそのもの、馬鹿を追い出ない、政党は人が動かす、執行部に継続性があるではないか。え、カエルの面にしょんべんだって、お聞きいただき感謝申し上げます。